これやめるだけでスルスル痩せた。今日は過去最大、今より26キロ太っていた私がやめたら痩せた7つのことを紹介します。ダイエットスタートするぞと意気込んでみたものの、あれこれやることが増えていませんか？そのことで継続できず、結果ダイエットが進まないなんてことザラですよね。私も毎日ハードな運動や食事制限をして続かなかった経験がすごくたくさんあります。そんな人はまずやることを増やすよりやめることを増やす方が先。そうすることでストレスも少ないままスルスル体変わっていきます。それでは早速行ってみよう。まず一つ目、お菓子の我慢をやめた。一気に体重を減らしたいとき、甘いスイーツを我慢することを頻繁にやっていました。しかしスイーツが大好物な私は、我慢すると必ず翌日食欲が大爆発、3日も持たずドカ食いをする日々を繰り返して何度もリバウンドをしていたんです。もちろん食べ過ぎは良くないのは分かっています。しかし大好物な人が我慢をすると、恐ろしいストレスによってドカ食いに走りやすいんですよ。実際数年前のある調査で、甘いものを我慢していたのに食べてしまったことが一度以上あると答えた方が 91.5% も、しかもその時罪悪感を感じた人は 78.5% という結果になり、いかにこの我慢がストレスになっているか分かります。ストレスが発生すると無意識に食事量も増えてしまって、食の好みもこってりしたものやすぐカロリーになるものに変化しやすいので、やはりスイーツが好きな人は適量、本当に食べたいスイーツを食べることがおすすめです。結果的に体も軽く痩せやすくなりますよ。2つ目は、ハードな運動をやめた。痩せたい時つい張り切ってハードな運動をしちゃっていた私、できた日はカレンダーに丸をつけて継続しようと頑張っていましたが、毎度挫折。理由は自分でも分かっています。そう、ハードな運動が嫌いだからです。軽めに体を動かすことはそこまで嫌いではないんですが、いきなりスクワットやランジ、腹筋などといったアウターマッスル全開に鍛えるようなトレーニング、私にとってかなり負担でした。さっきも伝えたように、運動した後はストレスで気持ちを落ち着かせるため、食事を食べることに走ったり、軽い運動すらやる気が起きなくて、結果的に筋力が低下し代謝が下がっていったことも太った原因だと思います。やはり自分が嫌なことは続かないですので、無理せずできる運動を少しずつやることが体を変える大きなきっかけになりました。皆さんも継続できる運動にチェンジしていきましょう。3つ目は、モチベーションをアップするため、痩せた時に着たいと思う服を前もって買うことをやめた。自分のモチベーションアップのために、今は太ってて着れないけどでも痩せたら着たいなという服を昔はよく買っていました。そのことで最初はやる気になるんですが、今までそれを繰り返した経験上、前もって小さいサイズの服を買ってその服を着れた覚えがないんです。着たい服を買ってモチベーション最初は上がるんですが、そのうちその服によってプレッシャーになってきて、今日は食べていっか、明日から頑張ろうみたいな言い訳が増えていき、結果的になんとか痩せたとしても、その頃には前もって買っておいた小さいサイズの服、自分の好みとずれてしまっていることが多かったんです。それを繰り返すうちに、お金ももったいないし、これ意味がないんじゃないかと思って買うのをやめました。そうしたら無駄なプレッシャーもなくて、お金も無駄遣いせず、気づいた時には体もワンサイズ小さくなっていたんです。もちろんこういうモチベーションでうまくいく人もいますが、やっぱり痩せた時に自分の好みに合う服を買った方がいいかなと思います。4つ目は、フルーツを我慢することをやめた。私は太ってすぐに読み出したダイエットの本で、フルーツは太ると書いてありました。フルーツは太ると知ってからダイエットする時に毎回我慢するようになっていました。しかしもともとフルーツが好きだったので、ここでも我慢によってストレスが発生し、おまけにフルーツを我慢しだしてから便通がすごく悪くなって、お腹には変なガスが溜まってぽっこりを通り越し、ボコーっとお腹周りが膨らんでしまい、へこまなくなったんです。その後食事改善をして、フルーツは逆に食べた方が痩せると学んで、朝に必ずフルーツを食べるようになりました。そうした途端便通が改善され、お腹の張りも減ったんです。フルーツには酵素も豊富で消化も早く、栄養もたっぷり、食物繊維などの効果もあって満腹感も得られ、便秘解消にももってこい。カリウムも多く含まれているので、むくみも改善してダイエットの強い味方になります。もしフルーツを全然食べていない人は、取り入れていくと痩せやすくなっていくかもしれません。5つ目は、白米我慢することをやめた。炭水化物抜きダイエットが流行りだした時、お米は一切食べないようになっていました。もともとパンが大好きだったので、お米を食べなくても大丈夫とあまりストレスも感じずにやっていたんです。ただなんだか精神的に不安定になって、すごくイライラする日々を過ごしていたのを覚えています。実は白米などの炭水化物を抜いていると、脳へのエネルギーが不足してしまい、正しい判断も脳ができなくなってきてしまうんです。さらにお米は水分をたっぷり含んでますので、抜くことで水分が減って
ので便秘になりやすく、体のだるさや頭痛まで出てきます。炭水化物の中でもお米は栄養があるので、私は玄米と白米を最近では交互に食べて、かなり体重もダウンしてきました。便秘もなくなって、体がだるいということも減ってきたんです。なのでお米はぜひ食べていきたい食材ですね。6つ目はホットヨガをやめた。これはまだ私が結婚する前の話なんですが、ホットヨガがちょっとブームになった頃通っていたんです。汗もすごい出てやった感があって、これはすごくいいと思っていたんですが、そのヨガの帰り道、毎度毎度結構疲れていたので、家に帰る前に近くにあるカフェに寄ってスイーツを毎度食べていました。いわゆる頑張った自分にご褒美ってやつです。そうしたらあまりにもご褒美を与えた結果、ホットヨガ通っているのにみるみる太ってしまいました。そのうち通うのが面倒になって、再開したからかスーッと体重が元に戻ったんです。走った後やジムの後、頑張った自分へのご褒美あげている人多いんじゃないですか。特に女性はご褒美をあげがち。そうすると自然と食欲も湧いてきて、高カロリーのものを多く摂取している人が多いんです。自分で制御できる人はいいんですが、これがやっぱりストレスになる人はお家での宅トレなどがおすすめなんじゃないでしょうか。私も無理なく家でできるようなストレッチからやりだした結果、体も自然と脂肪が減り出しましたよ。7つ目はカロリー計算をやめた。私はよくレコーディングダイエットをやっていました。食べるものを1回1回計量してカロリー計算し、1日1600キロカロリー以内と決めて頑張り、1ヶ月で5キロも痩せたんです。それは本当に嬉しかったんですが、そのカロリー計算をやめた途端、ものすごい勢いで食欲が湧いてきて高カで元に戻り、その後プラス5キロもリバウンドしてしまったんです。カロリー計算をしている時は体重も痩せていくんですが、これはなかなか継続が難しい。この後自分でも無理なく10年継続できるような習慣じゃないと結果不健康を招いてしまうと思い、今ではあまりカロリー計算もせず、カロリーに惑わされることなくバランス良い食事を心がけています。常に気をつけているのは、孫は優しい、これを意識して食事しています。まは豆類、ごはごまなどの種子類、わはわかめなどの海藻類、やは野菜、さは魚や魚介類、しは椎茸などのキノコ類、いは芋類です。これは知っている方も多いと思いますが、皆さんもバランスよく食べて楽しい食事でスッキリボディ叶えていきましょう。さて皆さんいかがでしたか。全てにおいてストレスは悪と感じます。ストレスをできるだけ感じないように日々過ごすことを意識すると、あまり暴飲暴食もしなくなって、結果体も今安定してキープできているので、どれか一つでも皆さんの参考になったら嬉しいです。毎回たくさんのコメントいつもありがとうございます。私はこれをやめて痩せましたということがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録がまだの方お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。